しくも懐かしい景色であるな。そうだな、シロと初めて会ったのも初めて一緒に戦ったのもこの場所だな。へえ、シロさんってこんなところに住んでたんですか。まあ大まかに言うとそういうことになるか。クソ神に似合いのボロ部屋だな。どこかの下着女が散々暴れてくれたおかげでな。ようやくここを通れるのだな。本当の声は誰に問う？本当の姿を誰に見せる？我が問いに答えよ。小鳥さんが喋ってますよ。我は問う。人がなぜ世界からいなくなったのか。なんだ、それは。待て。これは合言葉だ。合言葉？いわばこの城に入るための呪文だ。確かどこかで聞いたような。本当の声は誰に問う？本当の姿を誰に見せる？我は問う。人がなぜ世界からいなくなったのか。我が問いに答えよ。我は答える。我は問う。人はその命をいかに長らえるのか。我は答える。その身と魂を分かつべし。我は問う。魂の行く先はいずこか。我は答える。慈しみとなる傀儡に納め。よかろう。そのもの主たる人とみなし、城への立ち入りを許可する。どうやら先に進めるようだな。ランジラは村の双子。デボルさん、ポポルさん、どうしてこんなところに。村に戻る気はないか。ここはとても危険よ。入ったところでヨナが戻ってくるかどうかも。いかにしてここに来た。質問しているのは私たちよ。
どうしてポポルさんたちが。答える気はないわ。自分で考えるのね。俺たちは先に進む。ヨナを助けるために。そうか。なら仕方ないね。仕方ないわね。君とは戦いたくなかったよ。本当に戦いたくなかった。どうして？なぜなんだ、デボルさん。これは最初から決められていた運命なんだ。でもできればあなたとは戦いたくなかった。それは本当。あと100年、次の世代にしたかった。何を言っているんだ。こやつらは魔物か。いや、違うよ。嘘だ、嘘だ、ポポルさんたちが。そんなわけない。正直、ここまで成長してるとは思っていなかったよ。なぜだ、なぜお前たちが邪魔をする。シロの城、裏切りの輩よ。お前に詰問される筋合いはないわ。力だからな。あなたはそれを分け与えられたに過ぎない。シロさん、大丈夫ですか。どうしてなんだ、デボルさん、ポポルさん。なぜ魔物の味方なんかするんだ。どうして。全ての謎の答えは魔王の御心にある。魔王の仲間なのか。ずっと仲間だったのか。答えはあなたが探してちょうだい。己の真実と向き合うために。魔王の城へ入りなさい。デボルさんとポポルさんが無茶してくれるぜ。シロ、大丈夫か。おかしいぞ。我の最大の武器であるはずの口が魔王は笑わなくなった。シロさん、多様な目をするでない。心配無用だ、大丈夫。が聞こえます。
踏会とは豪勢であるな。こいつら魔物だ。いいさ、戻る気なんかない。そうだな。Thank you.
リゲない。私が次の部屋への扉を開ける。援護してくれ。舞踏会か、王政か。シロ、すまぬ、援護だな。アイネさんを守ってあげてください。アイネ、まだか。まだですか。せかすな。私はこういう細かい仕事は苦手なんだ。若者、何をしておる。めんどくさいもんはぶっ壊す。やめろ、そんな無茶をして万が一万が一のことなど知るか。扉開いたぞ。おい、カイネ、後ろ。大丈夫か。ああ、それよりも。してほしいなどと思ってはいない。カイネ、奴は不死身か。本気で熱いです。こんなところでやられ、くそ。しっか
かりしろ、カイネ。あんなのを相手にしていたら、いつまでもヨナの元にたどり着けるぞ。ここは先を急いだ方が良さそうですね。行くぞ。開かないぞ。攻撃が来るぞ。入り口も開きません。どうやら閉じ込められたようだな。朝程度とチイルトって鉄地パセヨーリいった。人だ。アラフェルアトシデンチウセキヨンイラコクいや、つってどうしてここに。サウリとシータとカイザム特機のシカゴ、いや、アラトテ三星隊ク
ルアリ、ルアリコテトロス、カンカシチンデ。でも…アラ、ペルアト。どんどん来て、ギリゴイタリ。アンフィア、トサチッチサンダト、トメルタ、カイザムチ。おい、やめろ、離せ、やめろ。おお、ギー、後でアリクラーサ、アコ、開けろ、お前らだけじゃ無理。ユクク、オタウキ、アルタ、ビュート、クルト、コ、チ、イル。さて、ケタル・イト・エチ・ケロ・アルテリア・ダッセ・ギウ・ジー・カク・イシギシ・シンチュ・カレルタ・カイザム・テラス、アンダ・アラタテ・ウラーヌ・ペルア・ト・チ・ウラーヌ・カイザム・ト・ト・チ・おお、開けるんだ。グズグズするな、行くぞ。カイネさん、奴の戦いを無駄にするな、フィーアのために。おお、デボルさん、ポポルさん、やっと来たね。待ちくたびれたわ。どうして、どうしてなんだ。1300年前、滅びかけた人類が取った最後の手段、ゲシュタルト計画。ゲシュタルト、白の書、思い出せないの？なら、思い出させてやる。白！頭の中が…思い出したぞ、デボル、ポプル。なんちらは人間にあらず。口ごもったね、言いづらいかい。ならポプル、代わりに言ってやんなよ。私たちだけじゃないわ、今ここにいる全員が人間に作られた人間もどきなの。何を言ってるんだ。まだわからないかな。お前たちは人間じゃないんだよ。そんな、じゃあこの世界に人間は存在しないんですか。
いいな。我らが魔物と呼んでいるあれが人間だ。人間だったものの慣れの果ての姿だ。さ、おしゃべりは終わり。私たちは仕事に戻る。そんな。お前のその体を返してもらおう。本来の持ち主である人間に。悪く思わないでね。それが持ち主のいない体を持たされた私たちの仕事なの。私たちの長い人生は人間たちの意志に沿って他人の人生を制御するためにしか存在しない。あなたたちにはあなたたちの理由がある。私たちには私たちの理由がある。そういうことだ。格好つけるな、バカ。そうだな。所詮は道具なんだ。私たちもお前も。違う。俺はお前たちとは違う。やめようって。
しておきな。よくもそんな。やめてください。今ならまだ。もう遅いんだよ。何もかもみんな殺す。殺してやる。うわー、ポポルさん、俺はあんたとデボルさんに育てられたようなもんなんだ。頼むからやめてくれ。あやつらは年も取らずにずっと見てきたのだ。長い長すぎる歴史を、真実を。クソ、なんでポポルさんと戦わなければならない。剣を止めるな。進みたいなら倒せ。倒すしかないんだ。まずい、進めなくなるぞ。僕が何とかします。ダメか、クソ。大丈夫です。
Thank you.
かも。終わらせてやる。派手にぶちかませ。道具の分際で我らが王に歯向かうとは愚か者。我らではない。我とお前は違う。ひとくくりにするな。ヨナ、やめよお兄ちゃん。ヨナ、もういいの。他の人の体いらない、欲しくない。この体の中にはもう別の女の子がいるよ。ずっと泣いてるの。お兄ちゃんに会いたいって。ヨナが魔物に。この女の子もお兄ちゃんが大好きみたい。
緒だよ。会えないのかわいそう。一緒に帰ろう。今だ。妹についていた魔物は消えた。カイ、ヨナを頼む。お前の悲しみが分かるだなんて、そんな都合のいいことは言わない。仲間と妹を守るだけだ。彼女たちを危険にさらす者がいれば倒すだけだ。来い魔王。大丈夫か？心配無用と言いたいとこだがな。シロ、どこかのバカ者に乗せられて無茶をしすぎたようだ。戦う骨董品は世の中にそうあるまい。シロ、ごめんごめん、俺。おい、真に受けるな。冗談だ。だってさあ、突っ立ってないでそこをどけ。我には最後の退任があるのだ。何する気だ？あやつの動きを止める。そしてその後はお前に任せた。
この先はお前一人の戦いだ。しっかり頑張るのだぞ。嫌だ嫌だ、俺はまだ素人。全く、我はお前のそういう単純なところが好きであった。楽しかったな、お前といると本当に楽しかった。しかしここでお別れだ。シロ。そうそう、一つ言い忘れておった。何？シロという名、本当は結構気に入っていたのだぞ。シロ、知ってた。生意気なやつめ。ヨナの様子は？そんな。大丈夫だ。シロ、どこにいる？無事なのか？探しても無駄だ。我はもう形を失った。じき声も失うだろう。故に今のうちに言っておく。よく聞け。ヨナは大丈夫だ。恐れるな。諦めるな。呼び戻せ。ヨナを。どうやって？ヨナの、そしてお前の記憶を思い出せ。お前たちが生きる証を。俺たちの証？大丈夫、お前ならできる。好きな食べ物は？それはクッキーだよ。ヨナの好きな本の題名は？それはね、魔法の絵本。ヨナの好きな場所は？それはお
お兄ちゃんのいるお家。ヨナの好きなお花の名前は？そのお花は月の涙だよ。じゃあね、ヨナが一番好きな人は誰だ？ヨナ、これヨナの体？そうだよ、お前だけの体だ。お兄ちゃん大きくなってる。大人の人みたい。ああ、あれから少し時間が経ったんだ。ヨナはずっと眠っていたの？お姫様になったみたいね。ヨナ、よかった。本当によかった。お兄ちゃん。カイネ。妹と仲良く平和に暮らす。カイネはどうするんだ？私は。もしよかったら、俺たちと。遠慮しておこう。私にはまだ片付けなければいけない問題があるからな。問題？個人的なことだ。では元気でな。カイネ。お兄ちゃん見て、綺麗。Thank you.